お兄さん結構酔ってますね。お姉ちゃん探してます？あ、興味ない顔した。うちね、有名インフルエンサーいるんですよ。お、食いつきましたね。やっぱり男だ。うん、うちはね、いいレイズバックル、いい子揃ってるんですよね。うん、え、でも高いんでしょって。お客さん、うち本気でやってますから。こんだけです。こんだけ。あ、冗談だと思ったでしょ。本当ですからね。もう実際に来てみたら分かりますってね。うん、まあ、ただその代わり幸せの総量って決まってますから、お兄さんの幸せをいただいて。いえいえ、なんでもないんですよ。うん、え、アフターはあるのかって。アフターはうちは最近はあんま見かけないんですけれども、多くの場合はまあ記憶消すまでやったりとか、あとはそうですね、肥料になっていただく方が多いですかね。うん、あ、ちょっとごめんなさいね。はいはい、あ、さっきの男性3名退場、了解です。はい、あ、ただコアだけあのジャマト宅に運んでてください。はーい、すいません、お待たせしました。お、いいですか。あ、ありがとうございます。じゃあ早速ですね、こちらエントリーの方だけしちゃいましょうか。うん、あ、どうぞどうぞどうぞ。お兄さん、バトル分けとかって初めて